K6、OVE、PTC キエフと、その分量広告 K、キエフ大広告、キエフ広告6、ビシュゴロド広告 VE、ベルゴロド広告 O、オーブルチ広告、周辺の、主な広告 T、トゥーロフ広告 P、ペレアスラブリ広告 C、チェルニゴフ広告ポイントは、広告の首都の位置のみを示す。国境線は2014年現在、 ビシゴロド広告は11世紀から13世紀にかけて存在したキエフル式の広告である。首都はビシゴロドに置かれた。ビシゴロドの年代記上の書出は946年であるが、その際にはキエフ大公の家父、オリガの書領として言及されている。ビシゴロド広告は完全な独立広告ではなく、監修的にキエフ大公の講師が所持する書領となっていた。 また、キエフ大公国で、行為をめぐる内乱が発生した際には、キエフ大公が退避する町でもあった。ゆえに、年代記上において、その統治者であるビシゴロド公に関する記述は、断片的なものが残されているのみである。モンゴルのルーシ進行末期の1240年に、ビシゴロドは破壊され、それ以降には、都市、広告ともに、年代記上に研究は見られない。 ビシゴロドが、乾燥ながらも再興するのは15世紀頃のことである。AB、ありがとうございます。